けだお前は。たら休館長が新聞やです。ういっ短い間だ。ういっどう考えても変な方だわね。我々の方は途中でもって間を空けるというこれがありますんで、ね、その間はね楽しんでもらうというようなみんながそれぞれで、ね、話を聞いてもらって頭の中で絵を描いてそしてもってまあ笑ってもらおうというようなこれが落語です。大きいよ小さいよ大きいよ小さいよ。ネズミがチュン。こっちよ師匠は小さいよ。これ繰り返して真ん中でネズミがチュン。まだわからないのは主人が留守にした時に新聞屋さんが勧誘にやってまいります。ごめんください。誰だ。新聞屋です。誰だ。主が帰ってまいりまして、知らない男の人が倒れておりますから。誰だお前は。たら休館長が新聞屋です。今のは本当にね、あれでしょ、あのね、大人の方々としては失礼ですけども笑いましたよね。時計をこうやって、ね、見るような目線にしてもらうとそれらしく持って笑ってくれたんで、すごい楽しくやることができました。どういう風な動きとか話し方をすれば伝わるのかっていうのが直前の指導を受けて学べました。すごい楽しいな、話すの楽しいなって思いました。私先生目指してるんで、子供を引きつける喋り方っていうのがここからまた来るのかなって思って、そこに生かしていこうと思います。